愛沢のゆみの漫画ランドオンライン始まりました。はい、上野店からご覧の皆さん、上野駅前店からご覧の皆さん、上野御徒町店からご覧の皆さん、日暮里店からご覧の皆さん、北千住店からご覧の皆さん、北千住2号店からご覧の皆さん、綾瀬店からご覧の皆さん、金町店からご覧の皆さん、亀有店からご覧の皆さん、亀戸店からご覧の皆さん、錦糸町店からご覧の皆さん、錦糸町3号店からご覧の皆さん、浦安店からご覧の皆さん、行徳店からご覧の皆さん、南行徳店からご覧の皆さん、もてあわた店からご覧の皆さん、松戸店からご覧の皆さん、柏店からご覧の皆さん、門前仲町店からご覧の皆さん、巣鴨店からご覧の皆さん、川田西口店からご覧の皆さん、練馬店からご覧の皆さん、川口店からご覧の皆さん、越谷店からご覧の皆さん、そして、はい、ここからはイージーカフェです。歌舞伎町店からご覧の皆さん、歌舞伎町店からご覧の皆さん、葛西店からご覧の皆さん、高円寺店からご覧の皆さん、新潟駅南店からご覧の皆さん、三宮店からご覧の皆さん、せーの、こんばんは。はい、ということで、本日もね、たくさんの方が見てくださってることでしょう、はい、はい、ではですね、本日もメイン MC を務めますうまみこと愛沢まみです。よろしくお願いします。はい、続きましてアシスタントの、はい、アシスタントの内山かおるです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、続いてですね、ゲストさん一人目でございます。初代ミス東スポ癒しの美乳アイドルでございます、市川美希さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、本日ね、わざわざ雨の中お越しくださってありがとうございます。森あさみさんです。以上の、ね、メンバーで、ね、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして、番組を一緒に盛り上げてくれるチャットの皆さんを紹介したいと思います。まず、ハッピーパーセントさんです。どうもこんばんは。これ見れなくなった。はい、そして続いて、秀崎さんです。どうもこんばんは。こんばんは。はい、それからカーリンさん、どうもこんばんは。こんばんは。それから、マダオさん、どうもこんばんは。マダオ。はい、それからレッドコメントマックさん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、それからシンテさん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、それから、Your Bros でもこんばんは。どうもこんばんは。なんて呼んだらいい？なんて呼んだらいい？はい、マイミン今日も綺麗やね。ありがとうございます。おばんでゲスとか言ってね、はい、そろそろ読めるようになってねとか言って、多いねんな。漫画ランドってって、強情に振り仮名を振らないんだなとか言って、皆さんこんばんは、かおりんです。間に合った。まいみんかおるん、よくできました。二重丸いただきました、かおりん。ありがとうございます。はい、声、声援聞こえたってね、かおるん、あさみちゃん、みきちゃん、こんばんはって言ってますね。今日も1時間クイズまだおねやんな感じでお願いしますと。かおりんに勝ったやつか。あ、ディズニーさん、ディズピーさんやってね。かおるん、マイミンってミキティって、あさみさん、山本さん、こんばんにゃ、海水星さん、じゃーって言ってますね。何やその読み方、ひどいって言ってますけど、ね、読めないから。なんて読んだらええの、教えてください。カタカナね。ということで、ね、じゃあ早速、ゲストさん紹介コーナーに行きましょう。はい、じゃあね、一人ずつね、いろいろね、詳しくね、話を聞いていきたいと思います。はい、まずはですね、私がね、この間一緒に旅行に行った時にね、はい、ちょっとうちの番組出てよー、ね、出てよーって言ってですね、温泉で口説いた、温泉で裸の裸の付き合いでね、そう、裸の付き合いをね、した、こちらの美乳アイドルでございます。よろしくお願いします。はい、ミキ様、コール来ました。ありがとうございます。はい、ということなんですけれどもね、普段はどんな活動をされてるんですか？そうですね、私はグラビアを中心に活動してまして、はい、今年は初代ミス・トースポとして、はい、トスポのお仕事を中心に頑張っております。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいですね。そうなんですよ、ミキティはね、2012ミス・トースポでございますからね。はい、はい、ありがとうございます。ということでね、そうなんですよ、カルちゃん、はい。こういったね、たまにね、あれなんです、飛ぶんです。そうですね。ということで、そうですね。でね、今回ね、私とね、ミキティはね、
あの舞台もね一緒にまた出させていただくということで、ね、ミキティからじゃあ告知をお願いします。そうですね、4月の26日から29日まで、はい、池袋の方で舞台をやります。そうですね、シアター関西ですね。そうです、シアター関西で、はい、今回はあのコスプレをメインに、そうですね、みんながいろんな格好します。コスなんだっけ、娘、あともう一つなんだっけ、夢、夢？あ、夢なんだ。違う。あ、そうなんだ。私いつも夢忘れちゃうんだよね。多分そうそうかそうか、うん、コスプレ、コスメ、あ、コスメじゃない、コスプレ、娘、夢か、うん、この3つが合わさったのが衝撃コスメらしいです。はい、ということですのでね、ミキティはね、うん、今回何の役ですか。私は婦人警官の役です。そうですよね、はい、婦人警官ということでね、トースポチャットでミキティのチェキ買ってた人の努力は以上高いまあね、あれは戦いですよ、そういう戦いなんやで、そういう戦いだったらね、はい、温泉に OS スカウトマンを連れていくとは度胸ありますなOS っていうのはね、イコールおっさんって意味なんですよ、うん、あ、そうなんですね、はい、あなたのこと、私のことよ、私のことやで、ね、私のことやで、ね、私おっさんじゃないよね、言ってやって、私が一番乙女だって言ってやって。あ、そうなんだ。お風呂に、お風呂に入った後にみんなあのパジャマに着替えじゃないですか。そう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 、で旅行だから大体今の若者はみんなスウェットとかが多いじゃん、普通スウェットとかなんですよ、ジャージとか、ね、そうなのに、この人は誰に見せるんだってくらいめちゃくちゃ可愛い服で、なんでなんかだってさ、なんかふわふわのあの撮影会とかできるような人に見せるような、あのうさぎの耳とかがついてるようなついてないけどパジャマを着てて違うのみんな行くよ、だから、ね、だからおっさんじゃないって言って、あのね、いや、なんかいろいろな意味でちょっと今気まずいんだけどとりあえず言わせてもらうとさ、だってさ、みんな考えてみ、女子がさ 7,8 人でだよ、しかもさ可愛いアイドルの子たちだよ、うん、ね、ミス・トースポがいたりとかさ、グラビアアイドルの子たちがいたりとかさ、ね、普段頑張りななとか言ってる子たちがいるわけじゃん。そしたらさ、みんな可愛く着てくんのかなって思うじゃん。こっちだって気合い入れるじゃん、そんな子たちとさ、そんな売れっ子のさアイドルとさ一緒にさ行くっつったらさ、気合い入れるやん。ジャージだってあるよ、赤いジャージ、うん、だけど頑張ってさ可愛くさ持ってったの、うん、私だけしょこたがね行かないから私だけやねん、完全に浮いてたよ、完全に逆にみんなめっちゃさすごいさあれだってね、あれマミどうしたの、そう私私服より可愛い、私服より可愛い、私服なんて可愛いんだ失礼な乙女趣味のおっさんかとか、おっさんちゃうわそんな中一人おっさんだからね気まずいよねとか言って赤いジャージはとか言って、目線がおっさんとか言って、若い人はそのままで OK ということですねうるさいわ、ミキティさん、つまりそれは年がいもなくぶりっこするなってことですそんなこと言ってません、そんなこと言ってない、そういうことそんなこと言ってない、でもさ本当にジャージとかじゃないんだ、一回そうでしょ、そう、いいではそうですね、そうですよね、嘘だよ嘘だよ、そんなことないって、あ、でも修学旅行とかだったらなんか気合い入れたくなりますね、え、かわいいって、待って、すっごい私が恥ずかしい人みたいになってるからやめてよあ、かおるちゃん来ましたよ、ででん、はい、中根かすみ防衛軍さんです、3、はい、2、1、はい、フレッシュレモンになりたいの、ありがとうございます、かわいい、かわいいでしょ、何今のこれね、毎回書いてくれるからね、かおるちゃんに言ってもらってるんですよ、はい、コスメイコールこぞってスルメを食べるメンズとか言ってメンズじゃないから、あ、これタロジローさん来てくださいました、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、おっさんが市川と一緒に風呂入るなんてけしからんとか言ってそんで、ええやんの、ね、すごい露天風呂で、ね、露天風呂でずっと語ってたの、そう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 、私と、ね、ミキティとニーナで3人でね、ずっとね、3、4時間入ってたよね、入ってた、でも深夜でもなかったか、意外とみんな寝るのが早くて、そうそうそう、みんな10時ぐらいには寝てたんだよね、10時ぐらい寝ちゃったから、12時ぐらいから入りだして3時ぐらいまで、そうそう、ずっと入ってたよね、語り合ってた、お風呂の中で出たり入ったりしながらね、そうそうミキティいい体してるのとか言いながらね入ってたんですよ、めっちゃいい体してますよ、いやええやろ、ええやろ、羨ましいやろマイミンと入れるなんていいよねとか言って絶対いいと思ってないやんおっさんとミスとおスポと未成年が一緒にお風呂などとか言ってそういいのね、はい、ね、言ってますけど中二のハートかとか言ってね、うん、言ってますね、そこにいたら俺 100% 覗いちゃうなって、あ、ここで、エビタマさん来てくださいました、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、
かなんかすごい田舎で周りに誰もいなかったんですけど、うん、そうすごい覗けるそう覗ける感じだったんですよねそうなんかねここにこんなにアイドルいていいのかっていうぐらいすっごい外から見えるよねあれね普通にねいや普通に見えるおじさんとか普通に歩いたらさおーみたいな感じだよね大きいみたいなそういう感じだったからみんなが想像してるよりも全然普通に見える本当にそう本当普通に見える、ね、あれはねちょっとねびっくりしましたけれども、まあ、そんな感じでね一緒に温泉まで行くほど仲がいいんですけれども、はい、そんなねミキティのプロフィールをね、はい、先ほど私ちょっと見てて、うん、そういくつか聞きたいことがあるんで聞いてみてもいいですかミキティ質問コーナーまず一つ目ねはいまずですね、まあ、癒しの美乳アイドルということでね、はいまあ、あの美しい乳をお持ちなんですいやいやいやそれねちゃんと私見てきましたからね美しい乳持ってますけども、はい、そんな彼女が、まあ、なんかさ好きなさ、うん、ものとかさその、うん、いろいろ書いてあったんですで、まあ、一番ハマってるのは、うん、やっぱいろいろ詳しいのがねネズピーですよねそうですねネズピーですよねネズピーですねそう昨日もね行ってきたでしょはい昨日も行ってました、ね、ちょっとブログ見ましたけど ね, ねめっちゃいい感じでね書いてましてねそうなんですよ今春のイースターワンダーランド、うん、そうだよねそうだよねなんか卵のやつでしょそうですあれめっちゃ可愛いよねそうそれをね行ってきたということなんです、はい、けれどもまあさねディズピーがね好きなアイドルとかいいじゃないですか、うんうんうん、はい好きですじゃあちょっといくつか聞いてみたいんですけど、はい、好きな場所はい、何好きな場所ねいつ書いたやつだよ好きな場所ね、うん、3年4組の教室って書いてあったんですけどはいそうですねこれどういうことなんでしょうかね好きな場所、はい、私人生で今22年間生きてきた中で、はい、中学校生活が一番楽しく幸せだったんですなるほどなるほどね、はい、こんなこと言ったら今幸せじゃないいや今だって幸せですけどね、はい、今でも幸せですけど中学校がすごいいい思い出がたくさんありまして3年4組だったの3年組そうだねそう3年4組で本当に仲良しで今も続いてる仲いい友達がいっぱいいるんですけどその空間が本当に幸せすぎて、うん、今このままタイムスリップしてそこに行ったら楽しいよねって毎回、うん、月一で集まるんだけど毎回それを言うのみんななるほどねあよくさ地元でさ集まってるとかいうのは3年4組なんだそうですそうですなるほどねそれほどねみんなと仲いいってことなんですねなるほどなるほどそう22歳マーミンより一回り下じゃないそんなに一回り下じゃない3年4組、3年3組、3年5組との違いは何なんですか違いそれは私が4組だったからそうだよね3年3組は仲悪かったの私3年生の時何組だったかな3年1組だったあ1組どう1組地味なやつだから地味とか言うな3年1組はハムスター勝ってたよかわいい地味じゃなかったよそんな地味じゃなかったよ地味が多かったかな2回り3回りとか 言ってますけどもねそんな離れてないです銀玉の好きなキャラクターは何ですかって来てますはい銀玉の好きなキャラクターは何ですか銀玉の好きなキャラクター将来結婚したい人ですね、はい、将来結婚したい、はいちょっと照れちゃう。テツラさんです。テツラさんですということでね。はい、テツラこと王様です。ね、あ別に長髪が好きなわけじゃないんでしょ。違う。テツラさんは。テツラさんはの良さ良さ。テツラさんの良さ。あのですね、うん、ちょっとすっとぼけてることばっかり言うんですけど、うんうんうん、実は人望が厚く、うんうん、あのね優しいんですよ。とっても、ね。そんなこと言ってますけどもね。そんなミキティの好きな男性のタイプっていうのね、あれ書いてあったんですよ。そこで見たんで読んだんです、うん、そしたらね、まあ、まず一つ目、ミキティを笑わせることに全力な人、うんうんうん、あこれはいいじゃないですか、ね、要は面白い人ってことだよね、はい、面白い人いいですよね笑わせてくれる人が好きってことだよ、うんうん、それはさ別に、ね、納得でしょ、はい、いいよねいいよね大事大事もう一つめっちゃ気になったの何ちょっと変態な人私どこに書いてんのそれアメブロのさプロフィールに書いてもう 2,3 年前のですよあのちょっと変態な人ってのは具体的にどういうこと言うんですかねそうですねやっぱりちょっと変わった人が好きなんですよ、はい、桂さんしかりねはいはい、はい、桂さんしかりちょっとずれてる人が好きで、うんうんうんまあそうね、うん、変態好きだよ変態好きだあの噂によると、うん、超ドド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  M らしいんですけどそうですよ本当誰も信じてくれないんだけど私超ド M なのそうだあのねある番組を見てたんですよ、うん、そしたらねちょっとやってたんでちょっとやってみようかな何握手してくださいはいあすいませんありがとうございます握手してくださいはいすいませんありがとうございます握手してください、はい、ありがとうございます
この3人はみんなド M みたいですね。なんかね、あの番組でやってたんですけど、握手してくださいって言って、こう急に言われたらちょっとびっくりするじゃないですか。まあ、これが初対面の人だとなおいいんですけど、握手をするときにね、手の出し方によって、うん、M か S かが分かるそうなんです。で、皆さん今握手するときにこう下から手を出されてた。今下に座ってるからじゃない。でも私ちょっと、ね、姿勢を低くしてやってみたんですけども、みんなねこうわざとこうなんていうの、まあ、下から ね、 ねこうやってたんですよ。下からやる人っていうのは M らしいです。で、あの上からこう手を出す人っていうのはこれはね S なんですって。へー、そうなんですよ。あと他にもねなんかいろいろあったんですけどね、あとでちょっとチェックしてみましょうかね、うん、いいんじゃないですかということで、うん、もうねそんなちょっと変わってるね、セクティーなんですけどね。そうそう、変わってるから変わってるのと合うんですよ。あ、なるほどね。そうそうそう、で今友を呼ぶということで、そうだ ね、 ね、私とかそうそうそう、うん、そういうこと。変態イコールマイミーとか言って変態好き宣言、それは相沢が頭が高い音だけではとか言って OS イコール前見って言ってくれてますけれども、じゃあですね、はい、そろそろあさみんの話もいろいろ聞いてみたいと思います。はい、聞きたい、はい、聞きたいですね。お願いします。よろしくお願いします。じゃああさみん、まず自己紹介からお願いします。これ持ってきたんですけど、はい、じゃあ見出していただいてお願いします。手書きのかわいい字、かわいい。はい、じゃじゃん、じゃじゃん、森あさみと申します。はい、あだ名はあさみんと呼ばれてるんですけど、はい、そうなんですよ。はい、で私は基本なんだろう、なんだろうな、主にやってるのは、うん、まあ、なんですかね、ファッションショーとか、ファッションショーとかモデルさん、うん、モデル活動、モデル活動、あと MC、 番組の MC をやらせていただいてるの で、 ということで、そこに喋るのが実は大事だった、すごい、神戸美穂さんですかって言われてますけど、なんかちょっと似てる、確かに喋、り方と、かおれちゃんがさ、さっき言ってたんだけど、めっちゃお目目が大きいですよ ね、うん、すっごいお目目大きいですよ。似てるね、ほら画面で見ても似てない。似てる、川野美穂さん似てるよ。なんか、うん、申し訳ないね、お口ボード今までで一番凝ってるって言ってますね。嬉しいです、ね、そんなあさみんがやってるブログは、そうなんです、アメブロでやってまして、はい、ここにあさみんのそうキラキラ、キラキラ日記、あさみんのそうキラキラ日記と、なんだろう、検索してくださると、喋り方も本当に似てないですか。え、それは意識をしてるわけではなく、そのまま、すそうなんだ、すごいですね。嬉しい、森あさみ争奪戦しようぜって言ってますけどもね、あさみちゃんはとても楽しい方ですよって言ってますね。あさみんかわいいって言ってますけど、そんなあさみんにもじゃあちょっといろいろ聞いてみましょうか。はい、じゃまずですね、好きな場所はどこですか。好きな場所3年4組以外でお願いします。好きな場所、なんだろうな、好きな場所、はい、よくあのじゃあ買い物に行く場所とか、買い物に行く場所は、うん、モデルさんだからね、なんだろう、新宿とか、あ、新宿とかルミネ系列によくいます。結構ね、いろんなね、最新のファッション取り揃えておりますからね。じゃあの好きな異性のタイプなんかも教えてもらっちゃってもよろしいでしょうか。そうですね、はい、結構やりたいことがたくさんある子なので、はい、包容力のある方が、なるほどね、どんどん構えてくれる。年上ってことかな。いやでも年下でも結構なんだろう、リードしてくれる、あ、なるほど、リードしてくれる方が性格的にリードしてくれる方ならいいってことね。だから、大丈夫、ね、明るいし受け答えも面白いって言ってますね。何でも知ってんだ。タラコ唇やなって言ってますけどもね。カオルン体調悪いの大丈夫って言ってますけど、え、全然大丈夫。違いますよ、カオルンはいつも通りです。カオルンはいつも通りですよね。はい、たまにちょっとボケてしちゃう。そうなんですよ、これがカオルンですよね。まるでだなとか言って、さんは、あさみさん、あさみファッション、あさみさんファッションですか、あさみさんファンですか。あ、ダメオはあさみさんファンかって言ってるんですね。なるほどなるほど、ね、まあ、ダメオは誰のファンかね、わからないですけどね。ね、はい、ということで。ね、まあそんな感じでね、じゃあ、あさみんは今ハマってることとかありますか。ハマってること、ハマってることは料理。料理、料理、お、料理作るんだ。うちのかおるちゃんもね、お菓子とかね、はい、作るのうまいですよ。お菓子食べたい。お菓子を作ってます。なんどんな料理。私結構洋食、パスタとか。おー、好きです。なるほど、こだわりパスタとかありますか。大好きなのがレモンパスタ。レモンパスタ、レモンパスタ、全然想像つかない。レモンパスタ美味しくって、え、なになに、待って待って、それパスタにレモン入れるってこと。うん、なんか、なんか想像できないよね。なんか、なんだろう、うん、レモンを絞ってバジルとか全部入れて、うん、一緒に茹でたりする、すごく美味しくって、おしゃれ。生きてて料理あんの。やりますよ。
なんかさ、ごめん全くイメージないんだけど料理あるの全然イメージないってよく言われるんですけど、うんうんうん、私料理の大学行ったんですよ。え実はそうなの。そう実は。嘘。だってさ、この間鍋やった時だってさ、そうやることあったら呼んでって言ってた、うん、違う、本当に大丈夫、全然大丈夫。料理は好きなんですよ、うん、で料理の学校も行ってて、うん、なんかどうせ勉強するなら、うん、なんかそう栄養とかの勉強すれば将来の旦那さんとか子供のためになるなと思って、うん、そうだね、そうそうそう、前みたいにさ学校の先生になれるわけでもないから国語の勉強してもらうと思って、ね、学校の先生なんとか来ちゃったけどこっちね家庭科みたいなことばっかりやる大学に行ったんですよ、うんうん、なるほどね。だから実は料理できるんですけど、うんうん、ちょっとおっちょこちょいがゆえにねお皿を割ったりね、本当そういうのが多いんですよ。私バイトしててもお皿を割らない日がなかったんです。ちょっとそう、ファミレスでバイトしてたんですけど、ね、だから、うんうん、みんなに迷惑かけたら悪いから、うん、私はみんなで自主的に控えてる。お鍋した時とかも何かあったら呼んで。じゃあさ、今度お花見する時は紙コップと紙皿をするそう、本当に迷惑かけちゃいけないから、私は基本そっかそっか、取り分けたりもしないし、偉い人とご飯行っても何もしない。それでチラシ寿司作ってきたのねって言ってました。そうそうそう、チラシ寿司作りました。よくご存知で、あれは違ったんですけど、ただの相澤さんのストーカーですとか言って、まだおばさん、お前は私のストーカーだったのか、割らない日がないとか言って、あ、これで小平さん来てくださってます、こんばんは、こんばんは、なんかあったら呼んだらとんでもないことになるとか言って。そうなんだ、そうなんだけど、そうなんだ、なるほどね。猫の手も借りたいなって時に私は呼んでほしいの、うんね、あれでしょ、ミキティのブログ、はい、なんだっけ、みーちゃんブログでしょ。猫のみーちゃんブログですよ。そう、可愛いんですよ、猫のみーちゃんブログで、可愛いですよね。あいささん料理できるんか、あ、これカルベさん来てくださいました、どうもこんばんは。あいさは料理できない説がすごい流れてるんですけど、そんなことないよね。そんなことはないよね、うん、だってこの間だってちゃんとやってたでしょ。やってたやってた、ちゃんと洗い物もやったでしょ。でもね、あの意外に庶民派だと思われたくないから、できないでいいです。できないっていうことでいい。なんかさ、すごいさ、普通の人だと思われるじゃない。料理よりなんか掃除してるイメージがある。確かに、うん、この前のそのあの旅行の時も、うん、なんかすごい綺麗好きなのかなって思った。違うんだよ、なんかさ、汚れてんの嫌じゃない？嫌だね。だし、なんかこう、うん、飲んだものを飲みっぱなしにしといて行くのが嫌なんだよね。ああ、そう、机とかもやたら綺麗にしてくれてたから助かった、こっちは。そうなんだよね、気になっちゃうの。あの前にちゃんと否定してくださいとか。そうだった、私おっさんキャラの分量とか適当そうとか言って。お風呂掃除得意そうだって、前に。そう、お風呂ね、うん、掃除するの好き。お風呂掃除すんの、お風呂をひたすら掃除してんのと、あと洗い物ひたすらしてるのが好きよね。珍しいね。洗濯物干すの好きだね。あ、いいじゃないですか。そうだね、うん、でも料理はね、好きじゃない。 あのね、待ってる時間が嫌なんだよね。ご飯作っててさ、煮込んだりとかしてる時に困ってるのが耐えられない。なんなの、あの待ってる時間って。そんなことないよね。ね、あれ嫌じゃない、嫌じゃない。嫌じゃないよ。なんかお腹空いてんのに目の前にめっちゃ美味しそうなものあるの食べれないんだよ。ひたすらかき混ぜる。これから美味しくなるの。そう、多分我慢できない。そんなに我慢できないんだ。料理ができる女性も掃除ができる女性もいいけど、できればどっちもできる女性がいいです。間違いないね。間違いないよね。相澤さん、カップラーメン3分待てないのとか言って、好きなものを総合するとやっぱりおっさんですねとか言って言ってますけれどもね。まあ、そんなね、2人のことがちょこっとね分かってきたところで、はい、この間から私がやりたくてやってるコーナーをちょっとやらせていただきたいと思います、はい、カバンの中身チェックコーナー、アイドルのカバンの中身をチェックしてみようということでですね、何もね、2人には何も言ってなくて、急にね、カバンをちょっと持ってきてっつってね、中身をね、見させてもらうということでございます。じゃあまずミキティから、はい、カバンの中身見てもいいですか。リアルなのも入ってないで、いいよ、全然いいよ。はい、2012ミストースポのカバンの中身でございます。自分が見たいだけのコーナー。そうで、私が見たいだけのコーナー。本当に何も入ってないです、ね、残念ながら。このちっちゃいところからいきましょうか。ね、ちっちゃいところ、あ、入ってますよ。あ、これちょっと私の宝物ですから、ね、金色の。ちょっと待ってください。まずこれね、まずこれね、ミキティのね、リップですけどね。つかないですよ。あ、いい匂い。いちごの匂いがしますよ。変態な感じで、ということね。はい、ね、お前たち嗅ぎたいだろうですね。はい。続きましてね、これコンタクトですね。はい、コンタクトですね。コンタクトからの
これ化粧落としです、ね、あなるほどね。カラーのこれ何ですか。これすごいんですよ。これ何ですか。これはですね、うん、ちょっと読んでくださいよ、うん、バンプオブチキンイエーイゴールドゴールドとツアーライダーツアー。あバンプ好きなんだよね、はい、バンプオブチキンが大好きで、うん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 、この前ライブに行ったんですけど、うん、その時に最前列だったんで、うん、最前列だったの。そう、あの降ってきたさ、よく降ってくるじゃんバンって。それで、ね、私さ2012って書いてあるからミスタースポ関係のことかと思ってた。これでさちょっとこいつもうできるなとか思っててさ、私の宝物なんですって言うからそういうな。そういうの。はいはい、はい、ちなみにこの T シャツも、うん、ちょっといい話で、うん、いいよバンプも。え、これスティピーじゃん。そう、スティピー、かわいいですよ。これギターが、ボーカルの藤様のギターでして、うん、え、そうなの。はい、これえ、何スティピーとコラボなの。そうなんですよ、やばくないですか。すごいじゃん、それ何本当だ、本当だ、本当だ。いい、はい、ファッションチェックコーナーじゃーん。はい、というわけで、超かわいくない。ねえ、かわいい。かわいいでしょ。かわいい、うん、これいいですね、これいいですね。はい、ね、おしゃれな感じですけれどもね。このね T シャツを着ててもスタイルの良さが分かる。ブログに出てたやつですね。そうです、そうなんです。出ますけども、やばそうなのはちゃんと家に置いてきた。やばそうなのはちゃんと家に置いてきたって言ってますけど。はい、その T シャツ持ってるって。うそー、ほら本当ですか、うん、どなたが。コウヒロさん、コウヒロさんが持ってるって。コウヒロさん、コウヒロさん、コウヒロさん、うんうん、あ、ほん、え、すごいじゃん、バンプ好きなんですか。今 C でダッフィーのイベントしてるよね。え、そうなの。そうだよ、知らなかった。ハリーズに C はダッフィーですよ。嘘、行きたい、うん、行きましょう。え、き行こう。行きましょう。はい、そして行きましょう。あ、それはね、シロウサギ。そう、シロウサギストラップ、シロウサギストラップ、ね、これね、こんなんファンの方にもらったやつとかいっぱい持ってそうよね。そうそうそう、こんなんもらったんだ。あ、これはですね、名刺。名刺はわかるんだけど、なんでちょっと荒いそれは、あのうちの、ね、ちゃない猫ちゃんがめっちゃ荒いってスッてやってたひどいでしょ。ちょっと見てもいい。いいよいいよ。あ、かわいい、これ。ちょっと見て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 、ほらほら、そう、ほら、え、かわいくない。あ、すごい、ね、トースポさんが作ってくれた。あら、かわいい。あ、これトースポのグランプリ撮った時のね。そうそうそう、記者会見の時の写真で、すごい、トースポさんが作ってくれて、いつでも使ってくださいっていう。すごいですね、はい、すごいすごい。基本いつでもバッグに入って、なるほどね。でも、でも箱はちょっとボロボロになっちゃう。はい、なるほどなるほど。そうそうそう、あ、やっぱね、ちゃんと持ってきてんじゃん、偉いやん、こういうのね。そうね、本当なんもない。iPhone ね、かわいい、イサギちゃんでせっかくかわいいと思いますね。最強中学生みたいでしょ。何この中学生クオリティ。こんなんだったっけ。こんな、あの、こんなんだったっけ。うん、彼女の友達に貼られたの、その3年4組に貼られた。絶対これ中学生だよね。貼ってるシール全部中学生でしょ。中学生みたいだからやめてって言ってんだけど、うん、全然統一感のなさとかね。はい、ね、そんな感じのね。あ、ケンタ2台持ちなんや。ケンタ2台持ちです、ね、言うとね、こっち、はい、あ、そう、分かってらっしゃる、分かってらっしゃるよということでね。はい、こちらのね、そうなんですよ ね、 あれなんだよね、今回さ、舞台さ、うん、あの銀魂ファン多いんだよね。そうなんですよ、カトさんもね、あれなんだよね、銀魂ファンだしね、ちょっとチーム銀魂をね、作っていきたいと思いますよ、ということでね、そんなアイドルの、バッグの中身でございました。次遊びに行きましょうか。はい、いいですか。私いじっていいですか。いじりますよ。かわいいな。かわいいな。見て、このバッグからしてかわいい。さすがモデル。サボイ。おしゃれ。何ですか、これ。サボイのバッグもかわいい。サボイ。サボイって何。サボイって。サボイってブランドだな。サボイっていうブランドよ。ね、わかんないから教えてあげようと思う。ね、あの、はい。いい匂いする。なんか、この卵が一番めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。めっちゃほこらへんなんですけどね。かわいい。ね、やっぱほらモデルさんだからさ、ね、こういうさ、いい匂い、いい匂いのすると喉とかね、ちゃんとケアされててほら。ちょっと待って、多くない？ちょっと。めっちゃケアしてる。めっちゃケアしてる。乾燥するもんね。そうですよね。乾燥するといけないからねってことでね。見てよ。見てよ。さっきこれね、新しく買ってきたんです。なるほどね。ミンティアね、次のがなくなる前に補充するっていうのがさすがですけども、そのバラはどこから、ね、取ってきたんですか。バッグだよ、バッグだよ。さすがモデルさんって言ってますけど、喉大事だねっつってね、昭和の香りって言ってますけどね、昭和じゃないからね。あ、ねえ、ちょっと何持ち物がモデルさん、見てかわいい、ほらポーチね、
ちゃんとほら、うん、引きよく持ってるんだよ。乙女じゃん、引きよく引きよくは持ってないよ。ほら、ティッシュ。わー、ティッシュ入ってる。ちょっと、ちょっと、持ってるものがほら、見てよ、もう。ね、ね、これ、これティッシュ入る、これティッシュ入る。これ、これね、おつ、そう、これ、ほんとね、壊れる。香水ね。香水とか持ち歩くの？香水持ち歩くの？香水って持ち歩くの？嘘。え、持ってるものがね、ほんとね、A 型ですかって。A 型、ね、A 型です。おー、A 型だ。ね、見て見て、カバンの中身めっちゃ綺麗だよね。びっくりしちゃった。整理されてるんですよ、ね、手帳もまた可愛 い, いじゃないですか。中はちょっとチャラチャラしてるんだけど、あらー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 、こんなんこんなんいいっすか、こんなんこんなんいいっすか、こんなん、あらららららら、こんなんね、すごい写真見つけました、すごい写真見つけましたよ。はい、ということでね、あら、もうね、モデルだわこれ、モデルね、すっごいあの綺麗に整理整頓されてる ね、美しい匂いの仲間でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが菅野美穂ですね。マイミンのマイミンのカバンもチェックしてって言われてる。私のカバンね、前回と何も変わってないからね。前回やったんだ。前回やったんだけど、もうね、普通にほら女子だから可愛いものしか入ってないっていうか、らしいです。で、ね、せめてじゃあ携帯のストラップとか見ますか。お、携帯のね、私のストラップ、思い出のね、思い出のストラップをね、まあ大体ファンの人にもらったやつなんですけどね、これとかもね、いいね、マヨリンって言います。可愛いでしょ。はい、これね、あのマヨネーズ王国の王子ですよね。いい玉ですよ。それからね、これミキティとのね、そう、思い出の品なんですよ、これ。これ実は、ね、あのね、この間その旅行に行った時に、うちは銀玉くじをそうタッキングでね、見つけて、で、他のみんながなんかその飲み物とかさ、こうね、パジャンシルね、トイレを済ましたりとかしてる間に、私とミッティがもう一目散に銀玉のくじとかダーッと捨てて、わかんないわかんないわかんない、これこれやるやるやる、そうそうそう、二人でね、やった、そうそう、ね、くじ引いて、で、たまたまミキティが欲しいものが私が当たって、私が欲しいものがミキティが当たって、二人で交換庫したんですよね。交換庫しましたね。そんでずっと騒いでてね、ちーちゃんにうるさいって怒られて、めっちゃ怒られた。そうなんですよ。相沢さんはコンビニ袋で出かけますか。何情報それ、ね、はい、トム AK さん一 AK 大藤さん来てくださいました。こんばんは。はい、ね、カオリンさん1週間アンパン入れっぱなしとか言って、相沢さんのカバンの中は方法販売の商品、商売道具だねとか言ってますけど、相沢さんのカバンにアンパンしか入ってないですとか。なんだよ、山崎だよ、山崎、山崎じゃんね。 B 型はひっちゃかめっちゃかですよって言ってますけど、あれ、ミキティって何型、何型でしょう、何型だっけ、ミキティって何型でしょう。ええ、もう典型的って言われるよ。 B だったよね。あれ、誰に聞いてんの。A だ、 A でしょ、 A でしょ。違います。あれ違いますよ。あれ違いますよ。嘘嘘、ね、え、カルちゃん何型、ね、私 B です。え、あ、そっか、 B なんだっけ。え、アサミンは A 型。あ、A 型。私 O 型だよ。嘘、ほんと。あれ、O 型だっけ。はい、O 型ですよ。あ、そっかそっかそっか。そう、めっちゃ大雑把だから、ね、あ、そうなんですね、うん。初めて番組見てるんですが、相沢さんっていじられキャラだったですね。違う違う違う。私いじられキャラじゃないから、そういうのやめてくれる。あ、ジョージさん来てくださいました。こんばんは。こんばんは。大型でしょとか言って、漢字が違うんですけど。超大型じゃなかったっけとか言ってますけど。はい、そう、超大型。今日はブラックミーちゃんは出てないのって言ってますよ。何ブラックミーちゃんって。相沢さんの血液型はガタガタでしょとか言って。ちょっと面白い。なんか大型やと思ったって言ってますけどね。そうですよ、大型ですよ。そうか、そうか。うん、適当だしね、基本。そんなこと言ったらね、その衝撃のみんな適当じゃない。そうだ、ね、旅行行ったメンバーみんな適当じゃない。はい、ということで、じゃあそろそろですね、うちのスーパーイケメンタイムコーナーに移らせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。スーパーイケメンタイムコーナ ー, イエーイ。はい、ということで、ね、どうもこんにちは。こんばんはですね。はい、あ、じゃあまず自己紹介からお願いします。マンガランド上野店スタッフ、五条です。はい、よろしくお願いします。かわいい、かわいい、かわいい。マンガランドの上野店ご当地キャラクターなんですよ。かわいい、かわいいでしょ。いい、ストラップとか売ってないんですか。 ね、売ってないですか。残念ながら売ってないって。残念、欲しい。このノリは初めてだね。じゃあですね、そんなね、イケメン本庄さんにですね、おすすめの漫画を紹介していただきたいと思います。キッティもね、は
い、漫画大好き、漫画好きで、ね、有名ですからね、はい、漫画大好きで、ぜひ漫画トークを、ね、したいと思いますけれども、じゃあまず1巻目お願いします。せーの、ルデン。はい、こちらの牛島くん。牛島くん、ね、知ってる？知ってるよ、もちろん。嘘、どんな内容ですか？これちょっと、人間の、うん、黒い部分がたくさん載ってる漫画です。え、そうなの？そうなの？そうです。ちょっと今日撮られちゃうかもしれんよ。次回から北条さんのこのミキティの粉になるかもしれんよ。気をつけて気をつけて。北条さんの北条さん的にはどんな感じですか？まあ、闇金の話なんですけど。あ、そうなの？闇金の話なんですね。ちょっと中身を見せていただいてもよろしいでしょうか？絵がね、すごいリアルなんですよ。本当だ、ちょっとグロいね。ちょっとどころじゃないよ。そうなの？これ何巻？一巻。うん、これ一巻。ちょっとどころじゃない。バンバン人死んでいくから。うわぁ、うわぁ、なにこれ。え、これ何？これ何？これ。だから大体みんなね、こう闇金に溺れちゃって、うんうん、あ、なるほどね。どんどんこう、人生が転落していくっていう。どんどん堕落していっちゃう人たちってことなんだ。そう。なるほど、なるほど。じゃあちょっと一つセリフをね、読んでいただこうかな。でも、これあれですよ、あの、うんうん、山田孝之さんが実写版でドラマやってて、うんうん、今度映画化するんですよ。え、そうなんだ。そう、ちょっと詳しいじゃないですか。ちょっとやばいよ。やばい、やばいよ。次からミキティコーナーになるよ。いいの？もう言おうと思ってた。すいません。なるほどね。さすがでございます。じゃあちょっとこのセリフを言ってもらって挽回してもらおうか。てめえ自身も100万円分の代償を覚悟しろよっていうセリフをね、北条さん的に読んでいただきたいと思います。北条さんのセリフまで3、2、1。はい。てめえ自身も100万円分の代償を覚悟しろよ。ありがとうございます。読むたびに上手くなってる現実。いいじゃないですか。そのうちさ、衝撃コスメ出るかも。出ましょう。出ましょう。ありがとうございます。1冊目ね、こちら牛島くんでございます、ね。はい、続いて、2巻目お願いします。2冊目がこちら、蜂蜜とクローバー。蜂蜜とクローバー。蜂クロ好きですか？好きですね。私は森田さんが好きですね。なるほど。森田さんって誰？森田さんってね、先輩なんだけど主人公ではないんですよ。この人の先輩？うん、そう、男の人。あ、なるほどね。これ確かあれですよね、前にあの映画化されて、ね、やってましたけれども、これどんなお話ですか？こちらは大学のお話になります。何ですか？何ですか？大丈夫ですか？そうですか。危うい、危うい、座が危ういと思って。今日はミストスコがいるんで。そうですよね、ミストスコがいるしね。こんなに菅野美穂みたいなね、すごい朝日の、ね、素敵な方がいる。緊張しちゃってね。緊張しちゃって。なるほど、どうぞ続きを。まあ、大学の話で、うん、でまあこれも恋愛漫画になってます。なるほど、恋愛漫画。そうです。恋愛漫画ということは、カオルちゃん、あれやってもらった方がいいかな。お願いします。あのね、毎回、うん、恋愛漫画を紹介するときに、うん、ゲストさんと北条さんでちょっとワンシーンを演じてもらうっていうのがあるんですけども、ちょっと二人にやっていただいても大丈夫ですか？じゃあちょっとですね、ちょっとやりたいシーンとかがあれば、ちょっと2人でちょっと探していただいて、ね、ちょっとそれをね、北条さんとちょっと演じていただきますので、ちょっとお願いしますね。その他にも今日はね、一冊なんか持ってきてくださってるそうなんですけども、はい、市川さんがワンピースが好きだということで、市川さんが好きということで、まあ、漫画ランド上野店では、こちらですね、イラスト集入れちゃいました。すごい、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って、素晴らしい。相沢さんが、まあ、銀玉好きっていうのを有名やないか、はい、その銀玉 のそういうのは別に取り入れることはなく、市川さんがゲストに来るから取り入れたっていう。見たかったんです、それ。どないやどういうこと。いいじゃないですか。何、市川もタイプかこれタイプかはい、ということでちょっと市川さんのためにちょっとこちらのめっちゃ嬉しいんですけど、それ、はい、ちょっとやってくださったということなんですけど、どうですか？見てあげてください。見てあげてください。超見たい。でもミキティのワンピース好きは有名だよね。うん、好き。そう。サンジ君が好き。サンジ君が好きなんだ。うん、そう。え、意外。カオルちゃんはワンピースとかどうなの？見ないです。なるほどね。もっと読んだ方がいいよ。ワンピースはさ、結構さ、若い子の間で人気じゃない？ね、人生損してるって。そうそう、あれ銀魂の今日の面白い新紹介コーナーはとか、かなりいじくられてる、下手くそ関西弁とか言われてますけど、それはマイミンが横にいたら噛みたくもなるわなとか言って言ってますけれども、北条さんはにかみすぎって言われてますよ。ね、やっぱり相沢より市川さんが、何、市川さん側についたかとか、市川さんとか桜さんとか北条さんの好みのタイプがはっきりしてていいねって言ってますけどね。え、
どうですかこれ。やばいですね。やばいですね。ちょっとミキティがめっちゃ目キラキラさせてます。よかったね、取り入れといて。はい、ね、なんですけども、あ、ちょっとこれ置いといてもらって、うん、すみません、選んでいただきたいと思いますよ。楽しいですね。いやでもすごい。これ何？あ、マンガランド読んでるの？書いてある。3月1日。それ私いいな。どんだけ前からスタンバってるんですか。スタンバりすぎだろ。はいね、パンさんタイプが近いじゃないかって今日ミキティに差し出しますって言ってますけど。やったー。めっちゃゆっくり見る。ね、ワンピース大きいですねって。え、もちろん銀玉も用意してますよねって言ってますけど。銀玉も用意してますよ。ね、こちらね。はい、じゃじゃんということでね、ミキティがね来るからね、はい、こちらの銀玉もね、え、そうなんですよ、なんか私とかね、ミキティとかね、あと私とか加藤さんとかがいると基本銀玉の話しかしないですからね。そうなんです、銀玉で始まり銀玉で終わるみたいな、ね、もうこの話以外なんか話したっけぐらいの話でね、ずっと銀玉の話をしてますからね。まあ、そんなね、さまざまな漫画があるマンガランドなんですけれども、ここで皆さんにちょっと一つお知らせがあります。なんとですね、相澤まゆみのマンガランドオンライン、来週はマンガランド上野店からではなく、はい、マンガランドの蒲田西口店から放送いたします。大事なとこ噛まないで、本当に。大丈夫？ちょっとなんで私僕のせいだ。今日ね、なんか知んないけどね、噛むしね、言葉が出てこない。なんでだろうね。マイビーもでかいね。え、どこどこって言ってますけれども、蒲田西口店でございますよ。ということでね、ぜひぜひ皆さんね、そちらの観覧の方も来ていただきたいと思います。選びました、選びました。じゃあですね、ちょっとそれを北条さんにもね、ちょっと見せてあげてください。そちらのシーンをちょっと演じていただいて、じゃあこちらお二人どうぞどうぞ、こちらに。シーンとかなんかよくわかんない。このシーンがすごい好きなんですよね。はいはいはい。じゃあそちらのね、シーンをね、ちょっとね、演じていただきたいと思いますけれどもね、今日はね、ほら、ミキティ効果と、ね、アサミン効果もあり、視聴者の方が、おいおい、もうね、読んでない人いっぱいいんじゃないのかなっていうぐらいなんですけれども、大丈夫ですか？全然シーンなのかしら。はい、あ、高弘さんは読んだかな？それから、ヨシさん、来てくださってます、こんばんは。はい、親方残念そうだなとか言ってね、神田じゃない、蒲田西口ですよ、いいですか。そうそう、蒲田です。噛めば笑いは降りてくるって言ってます。そのままの MC 席でいいよって言ってます。初めまして、呼んでない人いっぱいいるって。マイミンの声がめっちゃ大きくなって、あ、そう、ごめんね、声近くて。はい、じゃあ行きましょうか。そのシーン行きますか、行きますか、行きますか。じゃあ行きますよ。ミキティ&北条さんで、ハチミツクローバー。はい、本番入ります。はい、お願いします。はい、5、4、スタン、これを持て。うん、これ僕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 。すいません、カット。ありがとうございます。わかりました。ミキさん、顔真っ赤っかなんですけど、すごい恥ずかしかった、これ。あんた何もしてないんだよ。何もしてないけど、何もしてないよね。恥ずかしかった。今うちの方丈が頑張ったよね。どっちかというと、これはですね、はい、これはちょっと説明してください。これは主人公のハグちゃんと私の、はいはい、まあ、これを読んでる時に恋焦がれていた森田先輩が初めて会うシーンなんですよ。なるほどね、うん、全然ミキティの大好きなシーンを、ね、はい、北条さん一人で演じたということで。ハグちゃん基本喋らないんですよ。あ、そうかそうか、そうそうそう、なるほどね、基本喋らない子なんで。そっかそっか、そんなね、市川美希は婦人警官の役ですよ。皆さんお楽しみに。ありがとうございます。じゃあここちょっと席入れ替わってもらって、はいはい、じゃあ今度ですね、あさみんにね、菅野美穂はやってくれるから。菅野美穂はやってくれる。菅野美穂はやってくれると思うよ。女優だから。女優だからね。こっちの菅野美穂モデルだけどね。北条さん、とうとう演技入ったねって。久しぶりに来てあれだけど、そろそろ仕事に戻りますって。エビタさん、ありがとう。はい、北条さん、なんて言ったのって。石川美希は北条さんのものか、仕方ない、諦めるとか言って。秒殺で顔が赤い、ね、確かに包容力めっちゃありそうですよね、北条さんね、うん、イメージで言った、見た目で言った、どっち。うん、はい、じゃあですね、そろそろね、大丈夫ですか、決まりました。決めていただきました。北条さんのやりたいところなんですけど。じゃあね、誰ですか、前山とか
ね、はい、ウイスキーはお好きでしょって言ってますけどそれやってほしいんじゃないの。ウイスキーはお好きでしょ、菅野美穂ポジションを受けるとか言って親方、はい、が秒殺って言ってますけど、菅野美穂クリソツなんて本当に似てるよね。似てる、似てるんだよね。じゃあマイミーは小雪ポジションでお願いします。小雪ポジションとりあえず寝っ転がらなきゃいけなくなるテレビのチーム、あ、できますか、はい、はい、じゃあ、ですね、あさみん&北条さん、はちみつとクローバー、3、2、真山くん、どうして俺、ここを出るとき言いましたよね。待ってなくても戻ってきますって。病院でも言いましたが、もう一度言います。俺を原田デザインで使ってください。前よりはもっと役に立つようになったはずです。ありがとう。今何デザインって言ったんですか。原田デザイン。原田デザインって何ですか。え、これあの美術の学校のお話なんです、うんうんうん、あ、なるほどね。 それでその話をね、そうそうそう、してるところで、であの先輩と後輩なの。これはそうだね、仕事の先輩と、ね、仕事の先輩と後輩ということでね、肩早いぞとか言って、でも北条さんとやりたかったらやっていいんだよって言ってますけど、そうですか。いいですよ。なんでその全力で拒否なの。私見てて楽しいから、はい、はい、ということでね、ありがとうございました、お二人とも。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、席の方をね、戻っていただいて、そのまま戻っていただいて、どうしたどうした大丈夫だよ、菅野美穂。どうした大丈夫ですか、大丈夫ですか。めっちゃ大きい音しましたけど、大丈夫ですか大丈夫ですかね、ちょっとね、大丈夫ですか、怪我ないですか、怪我ないですか、怪我しても大丈夫ですよ。あのね、ここら辺はね、たまに出ますから、気をつけてくださいね。やばい、ほんとね、ほんとに、ほんとに出るんだ、ここほんとに出るんだよ、怖いんだよね。ねえ、かんちゃんがほとんど喋ってないとか言って、結果読んだ方が早いって、かんのさんどうしたとか言って、あさみんが可愛くなってきましたって言ってますけれどもね、そんな感じでね、北条さんコーナーでございました。北条さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いつもね、北条さんはね、無茶ぶりに答えてくれるいい方なんですよね、かおるちゃん。はい。あれ、みきちゃんとみほちゃんの間に人影が見えるとか言ってね、やめてくださいよ、本当に。いや、みほじゃねえから、あさみんだから。まずみほが見えちゃったんじゃない。まずみほが見えちゃったね。みほが見えちゃった、ね。そんなこと言ってたら、また看板がとか言って、ハイボール飲みすぎって言ってますどうしてもやらせたいんだよね。はい、ということでね、みほちゃんになってるって言ってますけれども。ではですね、次のコーナーに行きたいと思います。マンガランドイージーカフェクイズ。はい、このコーナーはですね、マンガランドイージーカフェに関するクイズを行うコーナーです。1問正解すると100ポイント、見事、優勝、見事正解すると100ポイント、うん、ボケポイントは私たちが好きな点数をつけちゃいます、はい、優勝した方にはなんとカオルちゃん、はい、優勝した方は私たちに言ってもらいたいセリフを言ってもらうことができます。はい、ということでございます。そうなんですね。なのでぜひぜひですね、皆さんね、ボケたりね、していただきたいと思います。自己採点となっておりますのでね、皆さん勝手にどうぞ。はい、知ってるわ、あんたがさっきからカンキャラにしてんだろうかとか言ってね。山田優さん、あ、山田優さんにもちょっとなんとなく似てる感じ、ね、目が大きいからね。はい、ということでございますけれどもね、あさみんです。はい、はい、ということでね、では第1問いきますよ。皆さん、せーのって言ったらドゥドゥンって一緒にやっていただきたいと思います。せーの、ドゥドゥン。はい、第1問です。なんとですね、マンガランドね、マンガランドさんはですね、今度5月からね、東京 MXTV 毎週日曜日朝放送のカー X なのかなに、なんかマンガランドの特集が放送されるそうです。すごいですね。なのでこちらの方もですね、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。詳しくはですね、マンガランドの、ホームページの方でね、チェックしていただきたいです、うん、ということでね、まあ、そんなね、どん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 ね、素敵に進化しているマンガランドなんですけれども、うん、そんなマンガランドイージーカフェの歌舞伎町店さんでは、はい、なんと朝10時から夜の10時まで2100円で、うん、使えちゃうんですよ。安っ、すごくない？安っ、朝10時から夜10時までずっといて2100円だよ。やばいじゃん。安くない？全然行きます。住める住める、ということで、ね、今度行こうね、はい、銀玉飲みということなんですけれども、安っ、さらに、うん、あることも自由にできちゃうんですね、うん、ではそのあることというのは何
何でしょうか。回答タイムスタート。何だろう、はい、あることが自由にできちゃうんです。10時から22時まで、ね、分かった、2100円で使えるんだけど、あることが同時にできちゃうんですね。それは何でしょうかっていうことでございます。はい、ではね、皆さん考えていただきたいと思います。はい、じゃあ住めるのなら住めよとか言ってね、Sの発言来ましたけれども、はい、満喫行ったことない。嘘、行ったことないんだ。満喫行ったことないといいの。テニスができる、ね、いいな、食べ放題。いいじゃないですか、恋愛自由。高弘さんに200ポイント。いいですね。ね、マンガランドは恋愛も自由ですよ。はいね、隣に、ね、なった人とね、ちょっと、ほら、ね、よくあるやつ。これさ、これさ、こういうのでしょ。ここ、こういうのでしょ。すいません、みたいなやつや。そんなええやんね。恋愛自由ですね。今土佐木さんに紛れてミキティの胸触っちゃった。失礼失礼、ビニュー触っちゃった。はい、何ですか他、表札つけても怒られないとか言って、それはちょっと怒られるかな。テニスができる、ピーナッツ食べ放題、入浴、あ、入浴はね、これはねできるんですよね。渋谷さんある意味正解なんで100ポイント。ありがとうございます。水道が引ける、水道勝手に引いちゃダメ。イエーイ。リフォームが自由、それもダメです。相沢まみの DVD が見放題。いいじゃん。見放題にはしないよ。相沢まみの DVD マイペース買ってください。よろしくお願いします。はい、それから、昭和とかカレー忍者代わりおかわり自由、飲み放題。飲み放題、ね、これもね正解ですね、うん、100ポイント。アルコールはないけど。はい、歌舞伎町だからホストが作る。いいじゃん。お待たせしました。うん、やばい。こちら銀玉です。超いいじゃん。持ってきてくれるんだよ。でもさ、そしたら北条さんがさ、うん、北条さんもホストやるのかな。そうなってくるよ ね、やっぱり。北条さんのホストとか見たいな。あれいなくね。いなくなっちゃったんだけど。ねね、何も振られないように逃げちゃった。鳥が飼える。内食自由。自由だね。マイミンが住んでた。マイミンがおかわり。マイミンがおかわり自由ってことだね。北条さん呼び出し放題。呼び出し放題。ピンポーンって。北条ボタンとか。いいじゃん。北条さんがつく。北条さんがつく。銀玉が読み放題。あ、これは正解ですね。100ポイント。100ポイント。実は TDN。 どういうこと、どういうこと、それすごいよね。歌舞伎町 EG カフェ実は TDN。 マジ迷惑とか言って。待って待って、どれが迷惑、どれが迷惑。北条さんは呼び放題が迷惑。アサミンがジュース持ってきてくれる。あ、それいいね、それいいね。個人的にやってほしいんで200ポイント。10時から10時まで。そう、10時から10時まで持ってきてくれるけど、10時から朝の10時まではいない。そうなんですね。はい、 TKG おかわり自由。それよくない、卵かけご飯おかわり自由。いいね、願望としてはいいかもしれないですね。銀玉仮装をしてくれる。おー、銀玉仮装もいいじゃないですかね。ちなみに何だと思うか、あるちゃん。なんだろう、あることが自由なんだよ。自由なんですね。あさみ何だと思う。あることが自由にできちゃうっていうね。まあこれはなかなかできないと思う。普通はできないんじゃないかな。できるところって少ない気がする。と私は思うんだけどね。その漫画喫茶でこういうのができるっていうのはね、どうなんだろう。市川美希が首を絞めてる。どんだけ私が好きなんですか。マニアックすぎる。この人 M だからね。はい、カオルのカオルのはいそうです。あ、カオルのはいそうですが自由に聞ける。なんか録音しといて置いとけばいいじゃん。今のモノマネ結構似てたと思うんです。ちょっと生をやってよ。ね、はい、カオルの、あの、マイミンって可愛いよね。はい、そうです。ちょっと待って、似てないじゃん。似てないじゃん。2パターンあるんですけど、2パターンある。今高い方が出なくて、高い方が出なかったのか。今の質問じゃ出ないです、ね。じゃあミキティ可愛いよね。はい、そうです。ありがとうございます。16歳に気を使わせる。いつになったらさ、私はいそうですって高い声で言ってもらえるようになるんだろうね。どうかな。あさみんはどっぽいなとか言って、変わる200点って言ってますね。宿泊 OK、 出入り自由、ミキティがケーキを持ってくる。あさみんはドレスっぽいなって言って、中身がないガチャガチャを永遠に回すことができる。中身がないガチャガチャ回したって面白くないよね。スノボを走り回れる。それからカオルに総選挙の一票を入れてくれる。ダーツの針が本物になる。怖い怖い、面白いなこの番組って。おー、ありがとうございます。はい、ミキティが手料理を作ってくれる。10時から10時まですごいみんな願望。ミキティに対する願望が溢れてる。じゃあ内山は、うん、あのみんなのオムライスに
あのケチャップで絵を描く係やります。おー、いいじゃん、いいじゃん。だから、だからみんなあの漫画ランドに来て、うん、あのオムライスを持ってくるんですよ。じゃあみんなオムライス注文してもらって、じゃあオムライスを、オムライス漫画ランドで売ろうよ。漫画ランドであのカオル特製オムライスっていうのをこう売って、だシールは私に任せて書いて、でカオルちゃんがケチャップで書くじゃん、で私がタバスコ振るじゃん、カオルちゃんが持ってくじゃん、マイミンがタバスコってちょっと危ないよね、危ないよね、ええやん、ええやん、それやろ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 、わさびも混ぜとく、カオル姫やってやってとか言ってね、マイミンが風呂掃除をしてくれる、キャプテン翼の本が2倍になるとか言って。黒い卵焼きしか出てこへんけどとか言って、北条さんが腕枕をしてくれる、あ、膝枕だった、膝枕だった、ごめんごめん、北条さんが膝枕をしてくれる、いいじゃん、ケチャップおかわり自由膝枕、ハイボールが飲み放題かっこ缶の使い、こうやってアサミのこと言ってるよね、そうなんです、アサミどうですか、ちょっとハイボールで、ハイボール私飲まなくても大丈夫ですか、はい、大丈夫ですよ、はい、ねえー、メイドカフェカオルンの服の白いラインが3本になる、ね、いつも2本ラインだからね、制服じゃないのこれ、ね、かわいいでしょ、かわいい、そうなんですよ、北条さんが人間ベッドになってくれる気持ちよさそうだな、北条さん一人じゃ足りないじゃんあの北条さんのベッドとかツアー販売する、いっぱい作ってでクロスやってクロスですかあの空気でこう膨らませるやつとかさ、でカオルンの階級が上がる、市川美希がバリカンを持ってくる、なんで私なんか一緒に武器持ってる、ね、やめてくださいよ、願望願望、カオルンのヘビーローテーションが生で聞ける、ちょっといいんじゃないですか、カオルンかなりグダグダになって振り付けをねあのして、うん、素早さが1上がったとか言ってポケモンみたいなね、言ってますけれども、そろそろ締め切っていいですか、はい、はい、では締め切ります、せーの、3、2、1、終了ということで、はい、正解がいました、お正解がいました、正解がね1人いましたね、誰だったか分かんないですけどもね、正解はなんと、うん、外出が自由なんですね、いいんですか、やはりそう思いました、私もでもさ10時から10時まで、そうだったらいいなと思ってた、外出自由ってやばくないですか、うん、やばいです、ね、しかも漫画ランドって持ち込み自由なんですよ、え、持ち込み自由なんです、だから、ね、やばい、そうなんですよ、じゃあオムライス持ってきてオムライス持ってオムライス持ってきてもいいし、ね、ミキティへの、ね、プレゼントを持ってきてもいいしすごい、ね、それハイボール持ってきてもいいし、そうなんです、相澤まみの DVD 持ってきてもいいんですよ、うん、持ってきてもいいのかな、持ってきてもいいの、いい、ね、そこら辺は分かんないですけど、すげーって言ってます、もはや部屋感覚パーティーできるやんって言ってますけどもね、本当だよね、行ったことないですよ、10時から10時で2000円、2100円、安すぎでしょ、2100円 で、しかもそこにほらある本読み放題で、外出も自由って持ち込み自由ってやばくない、安いしやばい、やばいよね、しかも歌舞伎町でしょ、そうやばい、ね、便利でしょ、便利、これは行くしかないですよ、うん、皆さんということで、マンガランドにねぜひ足を運んでいただきたいと思います、もしかしたら私にも会えるかもしれない、ね、そうだよね、うん、普通リアルに行くから、この子普通にいるよ多分リアルに行くから会えるかもしれない、普通にいるよ、普通にいると思う、本当いると思う、もうさ漫画ランドに住んじゃおうよとか言って、ね、漫画ランドオンラインにオムライスとか言って、あいつの DVD は持ち込み禁止って北条さんが言ってたよとか言って飲み物はつかないのかって言ってますけど、飲み物どうなんだろうね、そこら辺はですね、漫画ランドのねホームページを詳しく見ていただきたいと思います、はい、ということでね、はい、はい、ね、ありがとうございました、ではね、第2問目はちょっといける、いける、いけないいけないということで、じゃあ今日はですねこの1問で、自己採点して、ね、いただきたいと思います、採点結果を発表してください、はい、ということでね、この中で点数が一番高かった人が、はい、私たちから好きなセリフを何でも言ってもらっちゃうんです、なのでちょっとそのセリフがね出てきたらちょっと皆さんには言ってもらいますので、そちらの方は確保してください、じゃあここで告知した人、はい、はい、カルちゃんどうぞ、どうぞ、今日何日ですか、はい、今日11です、11ですね、あ、そうだ、はい、11ですよ、明日ですね、はい、あのお知らせするのが急になって申し訳ないんですけど、はい、明日ですね、アメーバのプレミアム放送、はい、アメーバプレミアム放送に、出ることになりました、はい、時間は、はい、20時から、20時から19じゃなくて20時20時からおだと思います、はい、わかりましたに出ます、なので詳しくはね、あのカオルのブログをね見てくださいね、うん、はい、チャットとか参加してください、はい、ということで、あ、ここで、皆さん点数発表してくれてますね、
200点、300点、300点以上いないですかね。そう、アメスタかいなって言ってます。そのアメスタでございます、ね、アメスタぜひ見てあげてください、はい、これはマダオさん？ん？違う、まる、あ、ま、いいんだ、マダオさんですね。マダオさん300点、300点以上いますか？いないですか？ OK ですか？では本日の優勝は300点でいいのかな？他いないですか？0点、マダオさん、大魔王の後とか言ってますけどもOK ですか？はい、ではですね、優勝はマダオさんです。おめでとうございます。じゃあマダオさん、一言でズバッと言えるセリフをね、考えていただきたいと思います。ということでね、お願いします、はい、ミキティはね、うん、何か告知があれば。あ、はいはい、じゃあ、本日夜中なんですけど、はい、2時55分からつぼっこという番組、うんうん、TBS でつぼっこという番組にミスとつぼがゲスト出演してますので、はい、見てください。はい、チェックしてください、はい、あといろいろね、DD を、そう、DD っていう私たちが MC を務める番組が始まりましたので、うんうん、今日神奈川テレビで1時半からかなやります。で、明日千葉テレビでやるんですけど、神奈川、埼玉、千葉で見れるんで、あの詳しくは市川美希のブログで見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、録画予約済みですって言ってます。ありがとう、ね、セリフ、私を見に、私を見に来てね、ほにゃららは何でもいいよ、ほにゃらら、あ、私のほにゃららを見に来てねっていうのをね、じゃあ一人ずつ告知をしてって終わりたいと思います。じゃあ私、はるちゃん、あさみん、ミキティでいきたいと思いますのでね、自分が見に来てほしいものをね、ぜひ告知してください。じゃあ3日ください。3、2、1。4月26日から29日、私たちがね、出る舞台、衝撃コスメ、はい、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、続いてコールン、3、2、1。はい、はい、5月3日 DVD 発売イベントがあります。ぜひ私に会いに来てください。ありがとうございます。はい、続いて、あさみん、3、2、1。はい、実は8時半から今日はサミックスワールドというので、はい、番組があるんですよ、はい、でこの後すぐやるんですけど、はい、ユーストリームで9時半なんです。8時半なので私遅刻なんですけど、あ、そうなんだ。MC のサミックスなんだね。アサミックスで、はい、欲しいワールドってユーストリームで検索すると出ますので、はい、他のみんなが私いない分頑張ってますので、はい、見てください。よろしくお願いします。はい、そして最後見てみて、3、2、1。はい、4月の20日に撮影会があります。私の水着姿を見に来てください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、本日のゲストは、ミスターオスモの市川美希ちゃんと、こちらの森あさみちゃんでした。ありがとうございました。皆さん、来週は蒲田西口店から